多くの映画音楽っていうのは基本的に、登場人物の気持ちを表現するか状況を表現するかの2つしかないんですよ。で、僕は両方やりたくないわけ。で、それから本当に幸運にもうこの40年もやってきましたけれども、5年以上前って言いますか、鈴木敏夫プロデューサーから次もお願いしますねっていうのは 4,5 年前に聞いてました。あ、それはね、指示はね、全くなくて、とにかく何にもこう予備知識なく素直に見てほしいということで、絵コンテすら脚本すら全く見せてもらえなかった。で、その見終わった後も宮崎さんからは、あとはよろしく、腰が痛い痛い痛い、どうやって曲を書いていいのか全く今でもわからないんですよ。もういつも映画一本引き受けるたびにどうしたらいいんだろうって思うし、で、例えば新しいシンフォニー書くときも、そう、シンフォニーとか作品書くときも全く分かんなくて、本当に何から手をつけていいのかって、もう毎回ゼロからやってる。それがずっと今日まで続いてるんで、今回そのボーイ&ヘロンをやった段階で、そう、前からそういうビッグオーケストラじゃない形で作りたいと思ってました。で、最初にその映像を見た時に、前半がとてもそのちょっと孤独な少年といいますか、こうお母さんが亡くなったことに引っかかってるその子供がいて、子供というか少年がいて、自分が弾くピアノだけ、あるいはそれにちょっと楽器が入るぐらいで、乗り切ることで、その少年の孤独感のようなものが出るんじゃないか。それで後半はちょっとダークファンタジーになるんで、ここからは、トータルでミニマルのスタイルで全部押し切る、その中でのちょっと金管楽器とか入った弦も大きい編成になると。その当時の一番最初に、ミニマリストだった自分が、今回は徹底してミニマルで全て曲を書けた、ミニマルの曲を書いた。だから40年かけて一番自分がやりたかったことができたということになります。実は宮崎さんはあそこの音楽はいらない、要するにあまりそのアオサギが出てくるシーンを特別扱いしたくないから、音楽が入っちゃうと、要するにあまりそのアオサギが出てくるシーンを特別扱いしたくないから音楽が入っちゃうと、ちょっと不自然に思えた。それなので最初はあそこのシーンの音楽を作って聴かせたんですが、やはり宮崎さんはそれを聴いて、ちょっと大げさかもしれないっていう話になった。そこで僕は、いろんなそれはちゃんとある種こう曲になってたんですけども、どんどん音を抜いてって抜いてって、で最後にあの一音が一番いいと。ただその一音が次のシーンでは3つ5つになり、で次のまた出てくるところではちゃんと曲になってる。でこれに関しては宮崎さんも本当に喜んで、あ、これやっぱりあってよかったって本当に喜んでましたね。お待ちしておりますぞ。やっぱり人の声を使うとよりなんていうんですかね、見る人に強く響く。
なので割と効果的にたくさん使うんではなく効果的なところに使いたい。で今回の場合はその氷見というキャラクターの氷見というその存在がとても重要で、そんなにたくさん出てくるわけではないんだけども、とても重要な特別な部分を占めてると思ったので、でここに見てるうちにやはりここにコーラス、それも女性コーラスを使うと、なんかそれは割と感覚的にそれがフィットするだろうと思って使いました。でその「Ask Me Why」ってあの曲を書いたんだけれども、決して映画のメインテーマになるとも思ってなくて、映画に使うかどうかも宮崎さんが映画を作ってるのは分かってたし、僕の方も別にそのなんていうのかな、誕生日のプレゼントっていうのはじゃなくて、本当はそれは誕生日の日にジブリ美術館で使う音楽を毎年書いて持ってってたんですよ。これも仕事で頼まれてるわけではなくて、最初にジブリ美術館の音楽を僕が担当したから、で宮崎さんの方の仕事もう何年もやってるから、それで誕生日に持ってくっていう曲もやっぱりどっかでストーリーは知らないんだけど、なんとなく自分が抱いてるイメージでその映画に沿ったような曲をやっぱり書いてたんだと思います。ただ問題はその後で、それをその時は宮崎さんが僕の、スタジオに来て、初めて来たのかな、それでその曲を聴いた。で表に出た瞬間、他の、鈴木敏夫プロデューサーに、この曲ってメインテーマだよねって宮崎さんが言われちゃったんですよ。で僕はそのつもりで作ったんじゃないんだけど、宮崎さんってこう刷り込みの人だから、一旦あこれいいってなるともうだとすごくラッキーだったのかどっちなのかちょっと分かんないけど。音楽は映像と距離を取ってた方がいい。あまり映像にシンクロしてしまうと、申し訳ないけど今のハリウッド映画みたいにほとんど効果音楽になっている。走ったら速い音楽、泣いたら悲しい音楽っていう、すごくシーンを説明してしまうからね。僕はそれは絶対やりたくないから、距離を取る。画面を説明しない、むしろ見る人がこう想像をどんどん想像を駆り立てるような、そういう音楽を書くのが理想だと思ってます。とてもここ映画のことですごく重要なことなんですけども、見る人にイマジネーションを駆り立てる、こう持ってもらう、そう見る人が想像できるようなものがいいと思うんで、音楽も説明しちゃってはいけない。書きやすいものは全くないですし、もう次書けなくなるんじゃないかなっていう恐怖と心配と、それとパッと浮かんだ時にうわ俺って天才って思う時と、そのがもう混ぜこぜになってて、それがやっぱり自分の原動力になってると思います。朝起きた時、世の中にはないんです、その曲ないんですよね。ところが自分が一生懸命そこで作る、そして夕方には一曲新しい曲がこの世の中に生まれるわけですよ。でそれはもしかしたらずっといろんな人がその後、僕がそれを完成させた後ね、長い間聴いてくれる曲かもしれないし、本当にダメになる、もう一回流れただけで終わっちゃうかもしれない。だけど世の中に何にもないのを自分は生み出していける。だから作曲が本当に好きなんです。で多分何度生まれ変わっても僕は作曲家になりたいと思います。